お帰りな。
こうして号令をかけるのも、おそらくみんな、いいですか。ニュクスを倒すしかないのわ。でも考えてみたら、それってやっぱり影時間を消すことなわけでしょ。もしかして本当に倒したら私たでも私、そうなってもみんなのこと忘れない。そのことが私たちの思い出から何を奪おうとしても絶対忘れない。なんだよゆかりっち、足りねえだろ。私だって忘れません。僕だって私もです。心配するな、君の方が忘れても私が教えてやるさ。大丈夫だ。よかった。よし、なら戦いの後何がどうなったって絶対みんなで会う約束にしようぜ。いいですね。でも会うってどこでですか。寮とかじゃ当たり前すぎて忘れちゃうか。何もなければ戻って、あ、そうだ、会う日も決めた方が良くないですか。そうだな、何か特別な日でも。いっそ卒業式なんてどうです。先輩たちの卒業の日。影時間が消えた時、記憶もなら時間を空けて約束しとかないと。それにこれ以上インパクトある日なんて他にないですし。なるほど、冴えてますねゆかりさん。卒業式ですか。確かにそれなら覚えやすいです。そっか、そりゃ確かに硬そうだな。んじゃ場所は再び平穏の戻ったこの町がよく見える場所がいいな。今のみんなの気持ち、何があっても決して振り返らず、前だけ記憶と一緒になくしてしまわないために。待ちきれないか。よし、ではそろそろ行こう。一緒に。私やります。頼りにしてるぜ。楽勝だ。あ、
やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもうた。あの人はわしなんかより何歩も上まで。それよりこないな場所まで来よるとは本気でニュクスと張り。あなたたち、どうしてニュクスの死んだ幾月がいろんな場所に残しとった記憶を集めさせてもらっただけや。もっとも妄想が混じっとってなんやわからんところもあったけどな。幾月を知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで。ほんまあ、わしらかて名前、あいつはわしらを作った研究員の一人やさかな。お前たちを作っただと？あなたたち、ほんそないなことしたかて、もうしまいや。お前の相手をしてる時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへん。けど高屋の邪魔する言うんやったら許しておかれへん。あんた、自分の言ってる意味わかってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びん。だからこ、どの道わしらは長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんや。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。さて、本気で相手。どう転んだかて、これで。覚悟しろ。高屋ほどやないが、わしかで進歩しとる。絶対に動かんからな。頑張って。負けん。油断した。撃ちます。出番や。
イギスは無防備です。あえてください。油断した。出番や。とどめ刺さんで高谷のためやったらわし、なぜあんな奴にそこまで語るお前らには分かれへんやろ。ほんまの暗闇の中で高谷はわしに、何年前やろな、影時間への適正っちゅうがまだペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。決体な薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そんな、じゃあその3人が、お前たちも霧城に運命をもてあそばれた被害者。高谷はわしをその闇から連れ出して過去にとらわれず未来を望まず今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええけど、高谷の望みだけは。あんた、長いし、もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。アホが、哀れみなぞ。望み叶うってな。あんたにもろた自由最後まで貫いたる。おい、今のまさかあいつ。行くぞ。
つけて。その先が頂上か。そうです。なら通らせてもらう。私は立ちふさがっているわけでは。陣を退けたのですね、困った方たち。
時この後に及んで、まだあと何を欲して戦うのです。間もなく世界。残念だった。終わらないさ。俺たちが止め、無駄なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく、あなた方と共にというのは存外悪くない。どうしっての。私は気づいた時には未来を奪われ、望まぬ力を負わされていました。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは、今という刹那に最高の輝きを求め、それを重ねることで魂は満たされるのです。だから私たちは求めた、今を最も輝かせる最大の祝祭をね。わけわかんねえこと。ぐてめえのそんな個人的な盛り上がりに付き合って死んでられっか。個人的なものではあります。ご存知でしょう、私の言葉には多くの賛同が集まっている。それはニュクスの目覚めが近いせいで、おかしな事件なんかが増えてるから。それは順序。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっていた。いわばこれは総意だ。人は生きる意味を見出せぬままでは死と向き合うことなどできない。けれどそうした意味を世界がすでに失っているという。ニュクスとはそんな思いが世界に満ちた今という時代の人間に望まれて訪れたのですよ。そんなの あるわけない。そんなことだけど確かにそうかもしれない。でも私たちはようやく今、それが間違いだからここまで来たんです。できるかどうかじゃない。私はただ信じて挑みます。それが生きるということだから。生きるべきか死ぬべきか、一人で決められるもの。世界は簡単じゃない。たとえ可能性がなくても、生きることを簡単には飽きない。あなたたちはこの世界についてどれほど知って、何を感じたところで、何を叫んだところで、答えが存在しないことにいずれ気づくでしょう。失われた人間が生き返らないのと同じように、失われた答えは二度と手に入らない。決して止めることのできないニュクスを前に、必死で死のうとしているあなたたちは滑稽だ。そんな滑稽さこそ、私がこの世界から消し去りたい。あなたたちが自らの生き方を主張するなら、私もそうするまで。もはやニュクスは間もなく訪れるのですから。焦らずともすでに祝福の時は約束されている。
それがほんの少し。気をつけてください。以前よりずっと危険。覚悟しろ。終わらせる。逃がさない。敵総崩れです。畳みかけ一撃必中。今この時も私は感じている。この幸福を理解できないあなた方が哀れです。祝福の時はもう間近です。わかりました。決して抗えぬ運命だというの、それすら理解できないほど愚か。覚悟しろ。行くぞ。逃がさない。やはり決して相入れないのですね。これほどの力、死を目前にしてどうして湧き上がるというのか。行くぞ。逃がさない。一掃する。運の旅にしてやる。祝福よ。動けない私に、さあ殺し。怖いですか？不思議なことを聞きますね。あなたは死を知らぬものなら、死を怖いものだと思っているでしょうね。それはどういう意味ですか？知らないからこそ恐れるのです。私は十分生きた。これ以上いい。動けない者の命を奪ってどうなる。望みの者がやってくるかどうか、そこで待っている。お前なんてやったってしゃあねえしな。そこで悔い改めてな。変わった人たちだ。ついにここまで来た。おそらくこの先がこの領事の言い残した約束の場所だ。決戦に向けて編成。
表情か。ちょっと見て、空、あそこから何か。ニュークスか。ペルソナを出さなくても強く感じる。この前の役割ってわけか。だが決めたことに後悔はない。そうか。なら君たちはもう理解できる。人にとって最も恐ろしい、最も目を背けたいと、この僕が一体何なのか。分かってるさ、そんなの。ああ、誰でも。全ての命に約束されてるものだ。抗うなんて本当は無駄なことだ。それでも来るのかい、君たちだ。ああ、怖えよ。でもな、言ってたってしょうがねえ。俺もう逃げるのは嫌。生きるっていうのは命の終わりから目をそらさないこと。たとえあんたの前でも絶対後ろは。この身に変えても止めてみせます。私は自分じ…そうか。皆さん、ジュ…ニュクスが来ます。さらに仮想からも多数のシャドウ反応あり。待機メンバーでシャドウの迎撃に当たれ。ついに最後のため、死んでも勝つ。勝ちましょう。私たちならきっとできます。行くぞ。
響く声なき声、それに耳を傾けるイディオ。撃ちます。予想外の敵。すべてに滅びる。時はどうした。今度も性質が変わったみたいです。必要なら分。効かないぞ。撃ちます。
手がかかるな。逃がさない。
出さない。すべてに滅びるよ。時は来た。
死神のある。任せておく。
覚悟しろ。
覚悟しろ。行きます。
全てに滅びよ。行くぞ。助かる。使え。ペルソナ！終わらせよ。この際の日だ。手がかかるな。
できます。
るな。動けないかもしれません。栄誉挽回だな。これで、真田先輩が危ないです。時は出した。真田先輩行動不能です。強い意志、その心がもっと多くの人々にあれば、滅びの訪れはなかったのかもしれないね。でも、もう遅いんだ。残念でしたね。いいですよ、その呆然の表情。黙ってよ。でもだからって正気とは思えない。おめえが言うかよ。死はもう避けられない。お分かりでしょう。今さらどうするというんです。最後まで見届けたかったですね、ジン。諦めません、絶対。なぜ今
今さら立ち上がってどうなの。もうよせ。だからって諦められっかよ。決めたんだから命かけるって。あの時だって風花が助けてくれたんだ。自分で言ったんだから、離れててもつながってるって。私わかるよ、風花今絶対頑張ってるよね。信じられないくらいめちゃくちゃ怖いけどさ、でも諦めちゃダメだよね。そうでしょ。ご心配には、ここはあの世ではない。あなたはまだ覚えておいでですかな。気づいたコミュニティの力こそあなたを真に。聞こえますかな。あまた一つ一つはごく小さな力、しかし届いて。お目を閉じ、耳をおすましなさい。かすかですが。これらはすべて傷。
それぞれはかすかな力でも、その集まりがあなたに大きい。さあ今こそ絆の力の進化をお目にかける時です。そのカードをこの目で見る日が来ようとは、これは本当に驚く。これは私にとっても、あなたにとっても、すべての始まりの力であり、そしてすべてを終え、これを得た今のあなたなら可能かもしれません。決して勝ち得ぬ絶対のものから彼らを救うことがね。あなたが手にしたのはユニバースの力。もはや何事の実現もあなたにとって。まもなく最上階でございます。デスを宿したのが運命なら、ワイルドの力を得たのもまた運命。あなたは自身の運命、契約はついに果たされました。あなたは最高の客人だった。
すごい、世界を伸ばす力と、たった一人で。一人なんかじゃねえ、俺が絶対死なせねなの。私そのためにここまで来た。いるんでしょ、分かってんだから。あなたがいなくなったなんて絶対信じない。返事してよ、聞こえてるんでしょ。私たちはここです、声を聞かせて、お願い。心配ないよ。その声、この宇宙で僕は再び眠りへと帰る。今度こそ本当の日常が戻ってくるよ、君たちに。彼は命の答えにたどり着いたんだ。ただそれが君たちより一足早かった、それだけのことさ。命の愛が、君だっていつかたどり着ける。君はもうかけがえのない命なんだ。誰にとってもね。あとは君自身が気づくだけでいい。絆の力が君をどう変えたのかってことに。まもなく影時間がこの世界から、君たちの命の暦はまだ続いていく。おめでとう。奇跡は、またいつか会おう。
よっ、ザミーノに今日もサボらず学校来てんね。安心安心。つか、もう1年過ぎちまったな。来年から3年だぜ。高校もあと1年で終わりか。その先になんか面白いことあんのかね。けどなんかいまいちだよな。今の3年見てたってさ、とりあえず勉強だけしてるっつうか、少なくとも面白そう。いいんかな俺たちもこんなんで。なんか忘れてるっていうか。あれ、あの子なんかこっち見てね。つか何気に可愛くね。あんな子この学校にいたっけ。何言ってんの君は。同じ寮の子でしょ。マジ？そうだ。え、名前は？そこまでは知らないけど。だよ、結局知らねえんじゃん。つーか寮さ、年度の節目でバタついてて人の出入りとか最近わかんねえよな。ああ、そういや聞いた？真田先輩もうすぐ出てくる。ボクシング部の真田先輩知ってんだろ。話したことないけどね。そりゃ卒業生は出て、霧城先輩ももう支度始めてるしね。霧城って、ああ生徒会長さんか。うちの寮だったんだよな。ねえ、なんでさっきからこっち見てるの。何かご用。あ、いえ、なんでもないで。なんかちょっと思い詰めてる感じじゃなかった。でもしかして俺かお前に気があるとか。ありえないね。そういうツッコミか。なあ、そういやゆかりっちさ。あ、終わり。やっぱいいや。何よ、言いかけといて勝手にやめないでよ。いや、その俺らってなんで仲良くなったんだっけ。いや、深い意味はねえんだけど、ふとそんな風にさ。別に特別仲いいつもりもないけどね。たまたまじゃない。そうだったよな。不思議だよね。うまく言えないけどちょっとわかるかも。よくわかんないけどなんか変っていうか。そういえばさっきの子やば。
You gotta tell no human can all over me.
あの、愛、開けてもらえませんか？よかった。また、あなたと会えた。ごめんなさい、急に来て。だけど私、どうしても話がした。私、思い出したんです。皆さんは忘れちゃってるみたいですけど、私たち。すみません。ただ、全部思い出したら、あの最後の戦いの時みたいに、あなたが遠くへ行っちゃいそうで。今日、卒業式の日です。ごめんなさい。式、もう始め。外、覚えてますか？みんなで約束した場、先に行ってましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見え、いよいよお別れの時が迫りました。最後になりますが、私たちは先輩方にお会いできたことを心から誇りに思います。皆様方のご健康と2010年続きまして、卒業生、卒業生代表。はい。学園で過ごした最後の年は、私にとって生徒会長の任を果たすにあたり、未来の時間には限りがあるということから、思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年、父を病で失うという試練に、珍しいな、あの人がスピーチ使えるなんてさ。こういう場所だし、お父さんのこと少し。思い出した。そう、私は父の死に触れ、一度は生きる意味さえ失いかけた。あれ、私、大切なこと。真田先輩。いや、ちょ、なんすか。でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受けて立つ。覚悟にはもう一点の曇りもない。なぜなら、約束。なぜなら、私には大切な仲間がいて、どんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。先輩、私たち、あいつとアイギスのこと。あ、分かっている。みんな行こう。おい、待ちなさい。式の最中だぞ。どういうつもりか。
風、気持ちいいですね。私、春をこうやって体験す。でもこの季節もやがて過ぎ、あなたと一緒に戦って世界の終わりと向き、私ようやく少し分かりました。私の探していたもの、それは多分逃げないできちんと考えること、終わりと向き合う。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なの。自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも、今守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時、はっきり分かったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めて。だから私決めたんです。私これからもずっとあなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもそのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。ありがとう。そうですね、おかしいですね。せっかく大切なことが。私には絆を結んだ人たち、きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます、あなたを守るためなら。ありがとう、本当に。疲れたでしょ？今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。安心して。いつでもそばで私が守るから。忘れない優しい
君を I will never